まったく、お前たち悪ガキ3人組はどこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのが一歩遅かった。捜索を頼まれておきながら不甲斐ない話だ。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人ですよ。そうなんだよ、アガーテ姉さん、ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まったく。まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。お父さん。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな、このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。ごめんなさいお父さん。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。あなたたちも村に用事が？私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃくに扱うつもりはない。それなりのもてなしをしよう。そうか、ありがたい。大人の話ってなんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。ライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うえ早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが娘と仲良くしてやってくれ。それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。ようこそラーゼンボーデン村へ。私が村の世話役を務めるモリッツ・ブルメンです。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん、互いに良い商売ができるよう取り計らっていただきたい。ええ、このモリッツにお任せを。我が村の空剣フルーツを商いたいとのことですが。ええ、現在市場にほんのわずか出回っているものが中央では好評でして、ここでは空剣フルーツと呼んでいるのですが、中央ではリュコの実と呼ばれています。なんせこの空剣島独自の作物ですからな。リュコの実も商品名としては悪くない雅な響きですが、それにしても中央は首都アスラームバートですか。まさかそんなことになっていたとは。私たちが食べる分の余りを行商人に売っただけだったのですが、
わからないものですな。私はその空剣フルーツを流通させるルート作りにやってきたのです。しばらくの間ご厄介になります。ええ、どうです、私が提案した結果、この勝機到来、互いに力を尽くし良い結果につなげましょうぞ。歓迎の宴を準備してあります。どうぞこちらへ。私がご案内いたしましょう。なんせ宴の会場は我が屋敷の庭ですからな。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さん？村長さんではないけど、村の顔役みたいな、モリッツって人。人のいるところに口も手も出してくる、やたら偉そうなおじさんだよ。村長じゃないのに偉そう。もしかしてお金持ちなの？お金もだけど、どっちかというとお水持ちかな。島の高台にお屋敷があって、その敷地に水源があんの。こんな田舎の島だと水を持ってる人が一番偉いんだよ。田舎だなんて、すごく綺麗な島だよ。そう？ありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃないけど。ん？これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそ、ライザ。やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席か。そりゃそうだよ、主賓の娘さんなんだから。また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目に遭った。新しい友達ができた。初めての冒険の終始はトントンってとこかな。ううん、黒字だよ、大黒字。何？そんなにクラウディアと友達になれたのが嬉しかったの？まあ、ここじゃ俺らくらいの年の女の子ほとんどいないしな。もちろんそれもすごく大きいけど。あ、よう、ライザとその他おまけども。ボス。誰がおまけだ、誰が。島を出た途端魔物にやられて、流れ者に助けられるような恥さらしが一人前に反論か。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場でぼやいてんだよ。身の程知らずのバカガキどもがいい迷惑だってな。痛い目を見てもまだそんな反抗的な態度か。反省もしてなさそうだな、ライザ。いい加減部をわきまえて、こそこそ道の端でも歩くよう心がけるんだな。どけよ、俺たちはこれからモリッツさんの歓迎の宴に出席するんだ。おとなしくしてりゃいいのに。わざわざ島を出たりするから、村中に恥をさらすことになんだよ。ライザ、突っ立ってねえで帰ろうぜ。今日はもう解散だな。うん、恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るってそんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私はなんてことない私だけど、まず最初の一歩を踏み出さなきゃ
どんな遠くにも行けないと思うんだけどな。はあ。ライザー、またレントとタオが来てるわよ。お邪魔します。いつもすいません。ミオさん、今日も綺麗っすね。ライザ、ニュース持ってきたよ。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。ボースの言ったことなんか忘れちまえって。そうだよ、それよりライザが喜ぶと思ってさ。ニュースだよ、いいニュース。何よ、古い本の図画ってのはどうでもいいわよ。本当に落ち込んでんのな。違う違う、そういう僕の大ニュースじゃなくて、あの二人、アンペルさんとリラさんだよ。あの二人が旧市街に家を借りたんだとさ。場所聞いてきたから一緒に行ってみようぜ。錬金術とか言ったっけ、興味あるんでしょ。錬金術、うん、うん。何グズグズしてんの、行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。ま、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。俺たちも行くか。話によれば、暴殿地区から旧市街に入ったら左手の方らしいよ。ライザ、どこに行くつもりだい。お母さん、今日は畑を手伝うって約束しただろう。お父さんが待ってるんだから早く支度をし。まあまあ母さん、そう怒鳴らなくてもライザには聞こえているよ。あなたがそうやって甘やかすから、この子は。私、今日は大事な用事があったりなかったりなんだけど、やっぱり手伝わなきゃダメ。ああ、やることはたくさんあるぞ。まずは水汲みに、畑の水やりからだね。まずはってどこから重労働なんだよ。今日一日くらい畑も頑張ってくれるんじゃ。ライザ、畑は生き物なんだよ。お前は一日飲まず食わずで頑張れるのかい。そりゃそうだけど。お前には何より真剣に畑と向き合う心が足りない。向き合って耳を傾けると、ほら、そこの草むしりをして、あの畝が壊れてるよなんて声がたくさん聞こえてくるだろう。その声に応えて畑仕事をしていると、やがて自分が畑の一部になったような。あなた、ん、どうしたんだいミオ。どうしたじゃないよ、またライザに逃げられて。まったく、どうしていつもああなんだろうね。ま、あの年頃の子には畑仕事は退屈かもしれん。だが根気よく説得すれば、いつかきっと。ごめんね、お父さん。私はまだ当分、その境地にたどり着けそうにないのよ。ここで間違いないな。なんだかドキドキしてきたぜ。なんでレントがドキドキしてんのよ。ライザーだけじゃなく、僕らにも期するものってのがあるんだよ。タオにも？あんまいいか。ごめんください。ん？空いているぞ、勝手に入ってこい。お邪魔します。3人揃ってお出ましか。こっちはちょうど
最低限住める程度に片付けたところだ。こういう作業は面倒くさい。そう言うな。野宿は好きじゃないんだ。で、そちらは私たちに用があるといった顔だな。お願いします。どうか。リラさん、あの魔物を倒した時のような実践的な戦い方を俺に叩き込んでくれ。クリント王国の遺跡調査をしてると聞きました。それならこの本を読めるんじゃありませんか。私に錬金術を教えてください。どっから答えるかな。あいにくだが私たちはそこまで暇じゃ。どうしたアンペル。お前さん、この本どこで手に入れた。どこって地下の書庫に。まさか本当にこれ読めるんですか。まあな。リラ、ここは当たりかもしれん。そうか。そこのお前、この近辺の案内ができるなら戦士の心得を教えてやってもいいぞ。本当ですか。やった、やります。何でも頑張ります。あとはそっちのジョーちゃんだが、錬金術か。こればかりは教えてどうなるわけでもないからな。私も頑張ります。どんなことだって。まあ待て。錬金術は他の技能と同じように、いや他よりも如実に素質の有無が成否に直結する。簡単に言えば、いくら努力をしても素質がなければどうにもならないってことだ。そんなだが逆に言えば、素質さえあれば当たり前にできる。それを確かめて、もし見込みがあるなら教えてくれるんですね。ああ、だが素質があればだぞ。お前さんが見込みありなら私も助かる。まずはそうだな、初歩的なことから教えるか。錬金術というのは無より有を生み出す術だ。なんと、どういうことかわかるか。さっぱり。というか、僕は錬金術より早く本の読み方を教えてほしいんだけどな。やはりいきなり理屈だけ説明しても無理か。いっそ調合からやらせよう。どう見てもこいつは体で理解するタイプだ。そうだな。どのみち素質を確かめる必要がある。お前さん、名前は。はい、ライザリン・シュタウト。ライザです。よし、ライザ、これから私の言う材料を取ってくるんだ。船着き場の近くの森にあったはずだ。船着き場の近く、魔石の森かな。わかりました。取ってくるのは七思想だ。錬金術の基本は採取と調合。まずはその一つ、採取からだ。わかりました。やってみせます。すぐそばの森での採取だぞ。そんな気張るな。いえ、それでも私の第一歩なので。ん？ああそうだ、そこの小さいの、ちょっと確認したいことがあるんだが、いいか。でかいの、お前には私からだ。はい、何でしょうか。それじゃ、七思想の採取、頼んだぞ。まだ恥ずかしげもなく三人でうろついてるのか。
今度はお揃いでどこにお出かけだ。古城の飛竜か渇きの悪魔でも退治に行くのか。魔石の森よ。近所で冒険ごっこでもするのか。対岸でひどい目にあってさすがに懲りたか。だいたい魔石の森、あの船着き場の近くの広場だろう。あんな場所を森などと言ってる時点で程度が知れるな。言ってなさいよ。もう構ってやる暇はないんだから行こう。じゃあな、竜や悪魔はお前らに任せるぜ。なんだあいつら、本格的にいじけちまったんすかね。ボスさん、何度も遊んで見慣れた場所だけど、目的を持って眺めるとまた違う感じがするわね。採集だっけか。どんなものを取るのかちゃんと覚えてるよな。もしかして私のことバカにしてる？ライザは勢い優先で足元がおろそかってのがよくあるパターンだからな。なあタオ。まあね、大丈夫そうならもういいかな。僕アンペルさんから聞かれたことを調べに家に戻るよ。実は俺もリラさんとの戦闘訓練の準備があんだよな。ここなら危なくないし、ライザだけでもやれるだろ。二人とも張り切っちゃって。まあそれじゃあ頑張ってね。さーて、それじゃあ取りまくるわよ。よし、これくらいやればいいかな多分。早速アンペルさんのとこに戻ろう。どうだった？初めての採取は。楽しかったです。今まで気づかなかっただけで、そこら中に面白いものがあるんだなって。なるほど、面白いものか。それを感じられるなら。あるいは。何です？いや、もったいぶってもしょうがない。早速ライザの錬金術師としての素質を試してみよう。まずは私のやることを見ていろ。七子草と水を使ってこの中和剤が出来上がるというわけだ。次は自分でやってみろ。いきなり？今見たばかりですよ。この程度なら見よう見まねでできる。素質さえあればな。さあ。それじゃあ。よーし、これも、これが私の第一歩なんだ。どうでしょう、これでいいのかな。こっちも当たり。いや、こっちこそ本当に当たりか。それってつまり。素質あり、合格だ。お前さんは錬金術師になれる。いや、もうすでに錬金術師だ。駆け出しではあるんだな。やった！これからよろしくお願いします、先生！残念だが先生にはなれない。私はお前さんに教えられることがほとんどないんだ。え？どういうことですか？私は怪我で腕を悪くしていてな。初歩ならともかく、繊細さを要求される高度な調合は行えないんだ。そんな、せっかくいろいろ教えてもらえると思ったのに。そう落ち込むな。素質のある人間なら経験を積んでいけばいくらでも調合のレシピをひらめくさ。本当ですか？ああ、とにかく今は数をこなせ。何度も調合して慣れればそのうちお前さん自身の錬金術も見出せるだろう。私自身の錬金術。私も先生は無理だが、助言者くらいなら務まる。だから気軽に頼れ。敬語もなしでいい。わかりました。あ、じゃなくて、わかった。
改めてこれからよろしく、アンペルさん。そうだ、この本を渡そう。錬金術の基礎の基礎といったものだが、いくつかのレシピが載っている。え、いいの？ありがとう。私にはもういらない本だから気にするな。それより載っているものを片っ端から試して調合になれるんだ。それを一通り調合し終えたら、次はそこいらの本でレシピがひらめくか試してみろ。そこいらの本で調合のレシピを？専門書以外の本も錬金術師の視点で見ることによりレシピをひらめくことがある。いわば発想の訓練だな。何の変哲もないものでも見方を変え独自な作り方を体得すれば、それはもう錬金術なんだ。この村にも本を売っている店の一つくらいあるだろう。うん、あるよ。ボーデン地区にフレッサさんの雑貨屋が、多分本もちょっとは売ってると思う。ならそこで適当な本を買って目を通してみるといい。思いもしない何かがひらめくかもしれんぞ。わかった、やってみる。まずはもらった本を家で読んでみてからだけど。錬金術の練習するにしても窯がないとね。窯、窯、何かいいのないかな。あ、これだ。もう使ってないし、これでいこう。よう、来たぜ。わざわざ呼び出して何の用だ？ふっふっふん。レント君、タオ君、我がアトリエにようこそ。は？アトリエってどういう…あ、何このでかい鍋。アンペルさんに錬金術師として最初にやるべきことをいろいろと教わったんだ。それがこの鍋？こんなのどっから持ってきたのさ。鍋じゃなくて、まあ家にあった鍋だけど、錬金釜。まず何よりもこれがないと始まらないからね。で、そのアトリエってのは何なんだ？錬金術の研究室よ。これからここでバリバリ調合しまくるの。なるほど。要するに錬金術師っぽいこと始めたと。二人とも反応薄くない？もう少しこう感動とか関心とかないかな。俺たちも俺たちで忙しくなってんの。そういうテンションに付き合う余裕もねえんだよ。そうそう、僕もアンペルさんに本の読み方の処方を教わってるんだ。みんなやることが見つかったんだ。私も負けてられないな。よし、まずはアンペルさんからもらった本に書いてあったものを一通り全部作ってみよう。材料はこれくらいなら家の周りでも取れそうな気がするな。探してみるか。やった、できた。私にも作れた。でもこれ何なんだろう。アンペルさんに教えてもらったレシピだし、ちょっと聞きに行ってみよう。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をした時に治す薬、魔物に投げつけて倒す爆弾など、いろいろだな。あ、ひょっとして私たちを助けてくれた時の謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。道具があれば冒険の安全性も一気に高まる。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが、
そうだな。そろそろこれを渡しておこうか。これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は使ったらなくなるよな。は？それは当然そうでしょ。ところがだな、まずこのコアクリスタルの中に作った道具を入れる。そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすればクリスタルの力が解放される。解放されるとどうなるの？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。それがこの古式秘具コアクリスタルの力なんだよ。古式秘具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。とにかくこれがあれば作った道具を失わずに済む。そんなすごい道具を私なんかがもらっちゃってもいいの？何？これは古式秘具の中でも比較的多く見つかる。余っていたのを分けてやるだけだから気にするな。じゃあ遠慮なく。ありがとう。早速使ってみるね。